吉田正尚はパドレス戦に DH として出場。第1打席にスネルから6球目を打ちレフト前ヒット。アジャスト完了。はい、アジャカン。らしいヒットだな。ヒット来たな。またフォーシームで草。吉田正尚相変わらず好調だな。早く分身して一人オリックスに帰ってきなさい。吉田正尚がすごすぎる。選球眼すごくいいから福留みたいになったら嫌だなと思ったら、今のところ大丈夫そうね。吉田正尚は2ストライクから空振りしない。うほうほ長打マン。吉田正尚は MLB でも健在やな。また吉田正尚のベルトが乳首に近づいてる。吉田正尚選手すごすぎ。今日もナイスバッティング。調子良い。これぞ吉田正尚というヒットやったな。惚れ惚れするような綺麗な流し打ち。芸術です。あまりにも速球に強すぎる。息を吸うように安打する吉田正尚。吉田正尚やっぱり打席でのボールの待ち方が素晴らしいわ。追い込まれてからのストレート系は必ず捉えれるし、大谷もそれができたらジャッジ並みの打者になれるんやけどな。ストレートに弱すぎるからほとんど三振なんよな。芸術の流し打ち吉田正尚。このヒットはよく見るよな。このままなんとか3割をキープしてほしい。あとはスライダー系に対応してくれたら完璧やな。打球速度速いな。綺麗すぎる流し打ち。安定して打つな。序盤のスランプが嘘のようだな。1日ヒット1本はヒットを打っているイメージ。長打がそろそろ見たいな。ホームラン打たないかな。ヒットじゃ満足できなくなってて草。吉田正尚の流し打ちに味を占めてる自分がいる。そりゃ吉田正尚みたいなやつがうじゃうじゃいるのが MLB なんだから、投手は点取られて当たり前やな。これ吉田正尚はもともとメジャーに憧れてて NPB 入る前からメジャー仕様のスイングにしてた感じで、それがうまくハマってるね。